仕事をする上でちょっと交通規制とかやっぱりちょっと気になりますよね。その辺はっきりしてないから。そう、まあ道路が綺麗になってくるのはいいんですけど、まあ そうですよね、その辺はちょっと心配です。どのぐらいの混雑があるのかとか、そういう面はちょっと気になります。宮島が近いので、この辺がちょっと規制されるかなってなったら、そうですね、ちょっと道が混むかなっていう心配は、まあ、裏道を通るにしても何にしてもどこでも道が混むけん、まあ、そうですね、普通に生活しよったらちょっと困るかなって。サミット開催に向けて街から聞こえてくるのは不安の声。 G7 広島サミットでは来月18日から22日までの5日間、県内の高速道路と広島市中心部の一般道の交通総量を 50% 削減する目標が設定されています。高速道路では山陽自動車道の本郷インターチェンジから久我インターチェンジ間の上下線と、広島高速道路の1から3号線そして広島呉道路が通行止めになる可能性が発表されています。ただいま平日午後2時半ごろです。交通量が非常に多いこちらの交差点、この道路も規制の対象となっています。市の側1人当たり通るにおよそ15分交通規制されるということです。広島市中心部の一般道ではメイン会場のホテルと平和公園を結ぶ道路などが規制の対象となっていて、国道2号や平和大通りの一部などで通行止めになる可能性があります。県警は規制に伴う迂回路を発表しましたが、渋滞する可能性があることからマイカー利用の自粛を呼びかけています。さらに首脳たちの訪問が調整されている宮島でも交通規制が予定されています。呉市でも広島呉道路の呉インターチェンジから JR 呉駅周辺の道路も規制対象となっています。はい、戸惑いの声というのもあるわけですけれども、この他の影響というところも見ていきたいと思います。まずは各公共交通機関への影響です。広電電車の運行は来月18日から22日までの間、基本は土曜休日ダイヤとなります。広電バスの運行は路線バス高速バスともに基本は日曜祝日ダイヤとなりますが、運休となる便もありますのでご注意ください。続いて学校などへの影響です。交通規制を受けて広島市教育委員会は市内の小中学校37校と私立校8校に臨時休校の検討を要請しました。私立保育園などでも登園の自粛を呼びかけています。木村さん、生活への影響も大きくなりそうですね。そうですね、私も車の運転をしますので、至る所で看板を交通規制がかかりそうですという予測の看板を見るんですけれども、どこからどこまでが実際に規制の対象になるのかっていうのを早く知れたら一番いいかなというふうには思いますね。そのあたりの確認というのもね、本当に必要になってきますけれども、はい、こちらですね、緊急車両というところを少し見ていきたいと思います。緊急車両は交通規制となっても通行可能です。注意が必要なのは妊婦の方です。お産が進んでいてもタクシーや自家用車では通行が難しいとされています。広島市消防局では緊急を要する場合は救急車の利用を呼びかけています。生活へどのような影響があるのかというところ、少しずつ見えてきたわけですけれども、事業者の反応は様々です。広島市内を中心に営業するこちらのタクシー会社では、営業が難しいかなと正直な話思っております。すごく悩んでいるところですね。今タクシー業界の方からもですね、まあ、普通にお客さんに手を挙げる流し営業っていうのはできるだけ控えてくださいという形で言われてますしですね、病院は必ず行かなきゃいけないお客さんもいらっしゃったりするんですけれども、それもちょっと上路状況がわからないもんで、前日とか前々日とかに受けるっていうのはなかなか今のところ難しいのかなとは正直思ってます。経験がしたことないことなので、どういう対処が正しいことなのかっていうのは本当に想像ができないような状況です。また物流業界では荷主団体などに対して運送への配慮を呼びかける動きも。非常に広範囲にわたって、それも長期化するとも言われています。そういった交通規制の中でも、まあ、必要なものは届けなければならない不安というものがですね、トラック事業者の方にもですね、あるのではないのかなというふうに思っております。そして広島市中心部でデリバリーサービスを展開するこちらの企業でも対応が進められています。今
規制などは遵守の上ですね、できる限りできる場所でサービスを継続する予定にしております。アプリの中で利用者様に我々の知り得る範囲で情報提供を呼びかけていきたいと考えております。マイカー利用自粛というところが呼びかけられている中で、非常にそれをサポートできるサービスだと考えています。食料品ですとか日用品、皆様が普段お買い物されるようなものも配達可能ですので、うまくサービスを継続することでこのサミットの成功に貢献できればというふうに考えています。